1号線に神戸三宮方面に向かう電車が到着します。小学校の修学旅行、僕らの代の時はなんか奈良と伊勢志摩行って、その次の代ぐらいから京都になった。確か清水行って大仏行って金閣行って大仏行って、はい。あ、USJ。いやでも王道王道 USJ 行ったの。人力車ありました。あ、ゼロ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 。でもゼロ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 って、まあ、ナンバーダメなんじゃない？確かないよね。入ってこんなすぐなの？すごっ、でっか。でっかいよね。なんかでかすぎん。マジででかいんだけど。永遠とかしてるよ。ここに駅がある。うん。このすぐ下を地下鉄が走ってるから。すごいな、この。螺旋状って言っていいか分かんないけど、なんか何だっけなんてアーチ構造、あ、こんな感じ。あ、すごい。今全然人いないから。
がちょっと琵琶湖までつながってる。そこにほらでっかい滑車がある。あれで引っ張り上げてる。足の使い道分かってんのかってそうやって使うんでねえよ。京都観光の鬼おるから鬼ほんま鬼よな あれにも節水って概念あんのかな多分あるんだろう。何気が精査してるよ。大天門国指定重要文化財。さっきのがやっぱり出てきたらちゃっかみたいな。さっきの。ああなるほど。新そばイメージ通りだった。いや全然イメージ通りじゃない。この魚ダーンと乗ってるドーンと乗ってるのがイメージ。ドーンと乗ってびっくりした。どう？やばい。でっかく。大学みたい。